尾市にある野戸島大橋です。1月2日に通行止めが解除され、今はスムーズに対面通行ができます。橋を渡りしばらく進むと、1991年に開館した石川県野戸島ガラス美術館に到着します。美術品の中でもガラスという非常に繊細で割れやすい作品を扱う野戸島ガラス美術館。しかしこうして外を歩いていますと、あの大きな揺れに負けず残った作品も多いなと感じます。美術館の庭園には日本を代表するガラス造形家の作品が点在しています。石川県野戸島ガラス美術館が収蔵する作品はおよそ480点。このうち今回の地震で壊れた作品は22点にとどまりました。元日にあの大きな揺れを感じた時、真っ先に何を思われました？はい、そうですね、作品大丈夫かなって思ったのと、確認しに美術館に行かなければと思いました。ロータリーの真ん中の作品がまず大きく壊れているのを見て、ああという衝撃、やっぱりああって思ったのが率直な。藤田恭平さんの蔵という作品です。地震で中のオブジェが割れてしまいましたが、作家が亡くなっていることから修復は難しいといいます。こちらは御影石の棒が宙に浮いているように見えるダイナミックな作品でしたが、ガラス部分が割れ御影石が地面に落ちてしまいました。壊れた作品を見た時に一番思ったのが、これはすごくいい作品なのに、これが修復できなかったらもうこの子はここで終わりなんだっていうのがとても悲しくて、すごくもうなんて言うんでしょう、無力感というか。年末年始の休館に向け、学芸員は作品保護の観点から企画展の作品に紙をかけて休みに入っていました。こちらは企画展の展示室です。上には吊り下げ型の照明があり、学芸員はこの照明が揺れて落ちてくるのではと心配されたそうですが、照明も落ちず作品も無事に残りました。この直後でした。ちょっと揺れてます、揺れてます、ちょっと揺れがあるな、なんかグラグラと言った。地震後、野戸地区ではさらに揺れへの対策と警戒を強めています。美術館の中も普段とは全く違う雰囲気でした。作品は展示せず、しばらくは箱に入れて温度や湿度の管理が行き届く収蔵庫で保管するそうです。案内の看板など倒れやすいものはすでに横にしてありました。こちらは美術館に36台ある免震台です。作品をその地震の揺れから守るっていうものになります。この上に作品置いた状態で揺れが起こると、こういうふうに前後左右に自在に動く仕組みになっています。こちらは企画展の作品の一部です。楕円で不安定な形をしているんですが、重さは100キロ以上あるということで、あの大きな揺れでも倒れずに立っていたということです。何でもない日常は二度と戻らない愛おしい瞬間の連続である、そうした意味が込められた作品です。現時点で美術館再開のめどは立っていません。まずは建物の調査を行い、安全が確認されてからの開館になるということです。